園地の子供のまーちゃんです。はい、前回、しつこく放射線は検出されませんって言ってたんですけど、その続きをいきます。はい、放射線は検出されません。はい、土があまりにも細かすぎ、なおかつサラッサラにしていって固まりにくい。だから放射能がたっぷり土の表面に降り注いでも作物は深く根を張っています。土の表面に累積しているの放射能になかなか触れにくいわけです。私の畑の収穫物から放射能が検出されないのは暖流構造のおかげなのでしょう。この放射能問題については2012年、私に賛同してくれた福島県の農家によって実証されています。その農家と一般農家とはあぜ一つしか隔てられていません。それでも農家や肥料や農薬を使った隣の農家の田んぼからセシウムが大量に検出されました。一方、私に賛同してくれた農家では8年もの間肥料や農薬をやめて自然栽培をしています。そこの田んぼの米からは放射能性物質はほとんど出ませんでした。このことについて専門家によってきちんと分析され実証されています。もちろんのこと、放射能はゼロではないと思います。放射能検出の表を見ると UDB 以下は検出不能であり、これは常識的にはほとんど出てないと考えても良いでしょう。これもまた推測ですが、土のバクテリアの中にはセシウムを食べるバクテリアがいるのかもしれませんが、まだそこまで研究調査されていないので、はっきりとしたことがわからないのです。秋になっても葉っぱが青々としているリンゴの不思議、すごいな。私のリンゴ園と周辺のリンゴ園との違いは、秋の終わりになっても葉っぱがついているかいないかです。11月の中頃になっても私のリンゴ園以外の周辺のリンゴの木々にはまだ青々と葉っぱがついています。ところが私のところだけすでに葉っぱは落ちてしまっています。ほう、なぜでしょう。でもこの季節には葉っぱがないのが不思議、自然なのです。山を見てください。厳しい冬を乗り越えるために木々は紅葉し、葉っぱを落として冬の準備をしています。リンゴの木もバラ科の落葉果樹です。だから雪が降りそうな寒い時期になってもまだ葉っぱがついている方が不思議なのです。そうね、肥料が農薬をやっているリンゴ園の葉っぱは雪が降って青々としています。つまり肥料や農薬をたっぷりと与えられたリンゴの木は自然のサイクルが狂ってしまって季節を忘れさせられているのです。わっ、しゃっくりが止まんない。リンゴの木の本性に逆らって人間が葉っぱをつけさせている。また私のリンゴ園では肥料や農薬を使わなくても30年以上も実るということが不思議です。すごいな、食べたいな、近くなのに。普通に考えると肥料や農薬をやらないと実がならないのが当たり前です。リンゴの木自体は100年でも生きるのでしょうが、雪や台風などでダメージを受けてそうはいきません。この地では3メートルほど雪が積もるのも珍しくはないからです。雪の重みが耐えがたくて、
リンゴの木はものすごく苦労しています。秋になって葉を落として雪に備えて枯れたリンゴの木々を見ると感慨深いものがあります。自分は人間という生き物としてにリンゴという生き物に長年向き合ってきたなと。苦労の年月はリンゴの木と向き合うための時間であったな。大樹の代わりにリンゴの木の下で座禅を組んだみたいだった。リンゴは風に体を任せて動いている。自然というものはすごい能力やエネルギーを持っていると感心させられています。私のリンゴ園ではよほどの強い台風でなければなぜか実が落ちません。周りの畑のリンゴが落ちてもうちは大丈夫です。なぜか理由は分かりませんが、リンゴ自体体に風に体を任せて動いているのではないかと推測しています。時には大雪で開花がかなり遅れることがあります。例えば2013年には4月30日でもまだ雪が降っていました。これは長年リンゴ農園をやってきて初めてのことでした。温暖化の影響なのでしょう。マスコミの報道によると北極海の寒気団が日本に近づいていたから大雪になったと。気候変動に農家は十分注意が必要なんです。この年の開花は遅れて、私のリンゴ畑で一番早く咲いた花は5月28日でした。この時期にリンゴの花が咲くのはこれまで経験したことはしないほど遅いのです。でも雪は害だけを人間に与えているわけではありません。雪が積もる地方の土は肥えています。関東のように雪の降らない土は寒波に直接さらされるために痩せている。30年40年も経ったリンゴの木なら古株の方ですが、どんなに寒波にさらされてもリンゴの木は本質部より皮が生きていたら大丈夫なんです。ちゃんと生き返ります。毎年11月になると私のリンゴ園では葉を落としたリンゴたちは穏やかに微笑みながら真っ赤な実をつけます。この風景も12月になると一面白銀の世界になります。どこを向いても真っ白。翌年2月からは一番大事な作業である剪定が始まります。まあいいや除雪車は、生活道路を中心ですから私の畑へと続く路地までは、除雪車が入りません。下の道路で、車を降りてまだ誰も歩いていない道がついていない坂道の銀世界を歩いて登るのは大変作業になります。それでも私はリンゴの木々たちと会話をしながら過ごす時間が何よりも好きだし大切だと思っています。苦労だななどと感じていません。隣のリンゴ園でも来年から肥料をやらないことにしたそうです私の提唱する栽培法に理解を示して実行する農家が少しずつ増えているのは嬉しい限りです。ここでまーちゃんから園長から、なんかあれですね、この理論自然でなくて地球規模で考え
して人間の生きている仕組み構造自体を変えれば地球は伸びる、生き延びるかもしれないですね。なんかそんな気がしました。はい、自然だから八百万神が、いや、あのあれですね、世界のあのヤタとかシャーマンたちがね、日本に早く日本人目覚めてくれよって言ってるのはそこなんだと思います。だから宇宙人もそれを気づいてほしくて、この人をあの宇宙船に乗せて何かメッセージを伝えたいんだなと思いました。はい、すいません、どこから行きましたっけ、もうなんかよく分からなくて、どこか分からなくなったんで今日はここまでにします。すいません。はい、次回またよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまた会いましょう。じゃあね、バイバーイ。